はい、山寺です。今ですね、仙台に来てるんですけども、仙台に来たらやっぱり牛タンを食べないといけないと思いましてですね、こちらのお店ですね、仙台で、ちょっとね有名なお店なんですよ。まあ、食べログねトップ5000かな、5000の、ランクに入ってる、お店です。ちょっと今からね行って食べてみたいと思います。これね、牛タンと、仙台牛かなのお店なんですけど、お店はね牛タン東山さんっていうお店ですわ。なんか定食もあるんですけど、まあ夜なんでね、ちょっとなんかちょっと食べて飲みたいと思います。今から入ります。牛タン東山本店さん、仙台本店さんに来てるんですけどね、やっぱりね牛タンの定食特選にしました。特選ちょっとね一番いいやつっていうか、まあ、特選にしてみました。3000いくらですかね、定食です。であとはこのハイボールですわ。いただきます、ハイボール。よう冷えてうまいですねこれ。息返りますわ。もうね今日は相当ねいろんなとこ仙台のね商店街歩き回ったんでね、もう結構汗もかいてますしね、うん、今からちょっと、仙台の特選牛タン定食をいただきたいと思います。こちらですね、特選牛タン定食が来ました。こちらねすごいうまそうな牛タンと、これがね牛タンの、ね、何やったっけな、牛タンの生姜煮やね、牛タンの生姜煮ですわ。でねこれがね南蛮味噌で浅漬けに、麦ご飯に牛タンのスープに、とろろです。早速いただきますね。まずはですね牛タンをちょっといただきますわ。うん、よいしょ。特選牛タンです。いただきます。なかなか関西で食べる牛タンと違ってね、ちょっとこう歯応えがあります。ギシギシギシというね感じですね。ちょっとですねこの大根おろし、ちょっとわさびねつけすぎかもしれないけどね、一気に全部いっちゃったねわさびね。これで食べますね。ギシギシした食感ですね。次ちょっと牛タンスープもいただきますわ。これね、ネギとね、牛タンがこう入ってて、ちょっとネギの香りがね、して美味しいよ。あ、めちゃくちゃ柔らかい牛タンですわ。すっごい柔らかい、スープのような牛タンは。ハイボール、こちらとろろなんですけど、専用のだし醤油をね
かけて食べてくださいということで、まあ、ご飯にね混ぜてもいいんやろうけども、まあ、僕あんまりねとろろご飯ってあんまり食べないんでね、これだけでちょっと食べたいと思います。混ぜて、ね、意外と美味しい、うん、うまっ。麦飯がいいですね、うん、浅漬け、うん、岩盤味噌やってこれね、牛タンにこうつけて、ね、食べるんですって。これとかね、大根おろしとか、まあ、自分 の好き好きでしてちょっと食べるんだけど、うん、ちょっとこれでいただきますわ。おっと焦げちゃいましたね。よいしょ。南蛮味噌合います、うん、うまい、うん、これはね、あの何だっけ、あの牛タンの生姜煮、うんうん、このね中に入ってる牛タンがものすごい柔らかいね、うん、歯が痛むわ。塩味でね、うん、でこの牛タンのね生姜煮も美味しいよ、これもね、うん、これなんかあのご飯と美味しいやつ、うん、食べきりました。お腹いっぱいですわ。もうね、大満足しました。こんな感じですよ。このね、からし味噌はねすごい辛いんで、うん、ごちそうさまでした。今ですね、牛タンのね東山さんで食べてきたんですけどね、ここは特選の牛タン美味しかった。歯ごたえも歯ごたえっていうかね、このなんていうの、噛んでて心地いい歯ごたえですね。でご飯と食べて美味しかった。ほんであのね、南蛮味噌はすごく辛かった。あれはね、牛タンにつけてね食べるんやけども、すごく辛くてね、ご飯のおかずにはバッチシでしたね、ということです。いつもですね、山寺の YouTube 見ていただく視聴者の方々、本当にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録どうもよろしくお願いします。お疲れ様でした。